真ん中あたりが書いてあって、で、こんな感じなんですね。左側に台所の母と娘が料理中、母親はニヤニヤ見てると、娘何度も試行錯誤。で、娘が今なし、もう一回って、結婚までマスターすればみたいな、さっき見た CM のコンテですけど、こんな風にザクザク切ってたりとか、湧いてるピーってなったりとか、でそんな急に順序って教えられないで、また分かるようになったって違うよって、私は来月東京大学へ行くっていう、こう微妙な、なんか寂しげな表情みたいな、そういうのがあって、福の味また教えてねって、おかんが、料理は母と私の絆だみたいなトガキが書いてあるんですけど、いつでも帰ってきなって言って、終わらないっていう、まあ大体こんなような形式なわけですよ。よいしょ。っていうようなのがあって、初めて、じゃあ撮影しようかってことになって、キャスティング誰がいいとか、ロケ地どこがいいとか、カメラマン誰にしよう、スタイリスト誰にしようとか、で実際1日で撮れるのかで、でどの順番から撮っていけばいいかとか、まあ、もっと細かいことを言うと駐車場どこにあるのかとかトイレどこにあるのかとか、そういうことまでやって初めて原爆が動くわけです。コンテは脳内撮影であるって言ってみました。つまりコンテを書くことはどういう行為かっていうことをまずディレクターから見ると、なんかもわもわっと頭の中に思いつくものがあって、それをまず形にする行為である。1回目はね。でそれでどうやったら面白いかなとか、どうやったら感動するかなとか、どうやったらこれすごい頭よく見えるかなっていうのを考えて、なんかずらずらずらっと書き始めるわけですよ。でそれが、絵であってもいいし、言葉であってもいいし、まあ音楽をもし作る人がいれば分かると思うけど、なんとなくまずイメージをザラザラと楽譜に書くっていうような作業ですね。まずそれが脳内撮影であるみたいな。頭の中で撮影するのはただなんで、一回撮影すると CM の場合だとまあ1000万近くのお金がポーンと1日で飛んだりするんですけど、脳内撮影はただなので何回でも脳内撮影できるんですよ。しかもね、しかもすごい可愛い子で、頭の中でと携帯番号も脳内なら聞けます。でさらにコンテを書くと何がいいかというとですね、脳内編集もできるんですよ。まあ、当たり前やないかと思うけど、実はそんなことはなくて、脳内編集ってことはどういうことかっていうと、まず撮影しました。撮影したら編集もちろんするんですけど、編集の時に多分皆さん経験があるかと思いますが、結局詰め切れなくて終わるっていうことが多いんじゃないかと思うんですよね。僕も経験あるんですけど、なんかね、自分の中ではわできたと思って、出来上がったやつを誰かに見せたら、こことここがいまいちやなとか言われて、あ、確かにそれはそうしとけばいいな、よかったと思うことがあって、それはコンテの段階でまだ吟味できてないからなんですよ。というのは、そのコンテを書くときに、これとこれのカット順はこれでいいのかとか、より引きは寄ったり引いたりしてるけどこれいけんのかとか、ワンカットでいけんのかとか、こういうリアクションを相手がするけどそのリアクションでいいのかとか、他にどういうおもろいことがあるか、どういうなんか感じのいいことがあるかとか、セリフはこれでいいのかとか、そういうのを吟味する作業が本来編集作業なんですけど、それを現場でやることなく頭の中でやってしまう、それがタダでできるというのが一番コンテのいいとこじゃないかなと思うわけです。でだどうしようか、映像見てもらった方がいいかな。そろそろ例を出して編集しましょうか。さっき大岡の作品集の中に入ってた NHK の春の番組改編のコマーシャルがちょっとあったと思うんですけど、それを例にとって、企画の流れからどういうふうに、今この人がすごい細かくいろいろ言ってたんですけど、実際その頭の中身を見てもらった方が分かりやすいかなと思って、ちょっと映像にねまとめてきました。で、まずこのさっき軽く言ったNHK がクライアントっていうふうに想定したときに、春の番組改編用の、告知をしたいというオリエンが僕の方にあって、じゃあ、それでどういうふうに表現してたらいいかっていうのをプレゼンしますっていうときに、僕たちが考えたのが、やっぱりデジタル化、多チャンネル化、コンテンツの時代とかいろいろ言われてはいるけど、そんな時代だからこそ NHK は人間を描きますと。
テレビが変わっても人間は変わらないんだから、そこを NHK は伝えます。で、その時に伝える雰囲気、トーンとしては春ですよっていう、その春の、あのドキドキ感、そわそわ感、ウキウキ感、ざわざわ、ポカポカみたいな春の気分っていうのを伝えるっていうのが一つと、それから新しい NHK が春からまた始まりますっていう、その2つを伝えるっていうことで、まあ決められてたコピーがこの夢をギュッとっていうことなんですけど、それを最後にテーマとして入れて、でその春のドキドキ感っていうのを、表現する30秒のコマーシャルっていうのを企画して、で4タイプとかそれぐらいあった中で、このさっきの春嫌いの男っていうのは、先方さんがこれがいいと言ってくれたので、それを制作する形になりました。春嫌いの男っていうのは3つの話から成り立ってるわけです。で、1個目は俺は春が嫌いだって言ってる男が最初ブツブツ言ってるんだけど、意外と可愛い子がおってなって恋をしちゃうわけですね。で、でもやっぱり春は嫌いだよって最初自分で言ったことを、否定しようと思うけど否定できないみたいな。でもそれが、結局強がりで、なんか春ってドキドキするよねっていうお話なわけです。で、この3段階のお話を表現できれば春嫌いの男っていうのは表現できるわけですけども、それぞれのパートに分けて話をしようと思います。まず1番のパート、次のところに送ってください。はい、ここで止めてください。で、オープニングパート、俺は春が嫌いだって最初の部分、ね、で、ここは何をやらなきゃいけないかってことはほぼ3つ、春が嫌いな男がつぶやいているっていうのが表現できれば OK で、周囲に置かれた人たちがいて、なんだっけ、入学しようとしている小学生とか、なんか新入社員に訓示を垂れてるやつらとか、なんだっけ、あと新聞では春の新生活とか、周りの状況がいろいろ自分 のダメな状況と対比されるっていう、まず2つの状況、それと、まあ、舞台は定食屋であるっていう前振り、この3つが表現できればいいわけです。で、まず普通に考えるのが次のコンテ、次送ってください。俺は春が嫌いだ。俺は春が嫌いだ。定食屋で座ってて新聞読んでるとこから始めようかなと。で、俺は春が嫌いだ。で、その春が嫌いだのその後に続いて、親父どもがいたり小学生がいたり、テレビと新聞があったりすると。で、これでいいんだろうかとまず考えるわけですよ、脳の中でね。で、よくわかんないから対比っていうことだから、じゃあ逆にしてみようと思って逆にしてみます。次送ってみてください。再生してください。周りは浮かれていて、そこに男がつぶやく、まあ、こうやって周りがいる。俺は春が嫌いだ。はい、止めといてください。で、確かに状況はわかるようになったが、こういうとこから始まると主人公が誰か分かんないなっていうことになるわけですね、じゃあこれも違うなと思うわけ。これは頭の中で編集してるわけですね。で、それでどうしようかって考えて、男は主人公なんだから、よし、登場させようと思うわけですよ。で、そうすると男が定食屋にガラガラって入ってくるとこから始まると、もうその男が主人公だって分かるんじゃないかと思って、考えたのがこちら。春が嫌いだ。はい、止めといてください。で、これで男が主人公であるっていうことがなんとなく分かりやすくなって、登場した。で、登場して俺は春が嫌いだって言ってるところまで分かる。でもいまいち周りの状況が見えなくなってきたなと思うわけですよ。で、男の登場はいい感じなんだけど、じゃあ周りを見せるにはどうすればいいかなと思って、そうだな、男は普通定食屋に入ってくると席に着きますよね。席に着くまでに周りの状況がなんとなく周り一個一個見ながら席に着くまでを描けばいいんじゃないか。つまり周りの状況っていうのは男が、ガラガラと入ってから席に着くまでの光景であるっていう編集がこちら。はい、どうぞ。俺は春が嫌いだ。
なんとなくこの物語のセットアップがほぼ完成するわけです。つまり男がガラガラガラと定食屋に入ってくる。なぜか俺は春が嫌いだってすごい疲れている。で疲れているのに周りは浮かれているっていう状況が単なるカットバックじゃなくて、なんとなくその男の気持ちが入った状態で周りが浮かれてて、嫌だなこいつら浮かれて、でも俺はなんか調子が良くないやっていう状況が表現できてくると。でついでに、次女の子と恋をしなきゃいけないので、女の子の恋をするためにはその子がコンってわざとちゃんとお茶を置いてくれてるのに、なんでおばちゃんかよと思っていつものって男が言わなきゃいけないとすると、おばちゃんを先に出しとくと、女の子と間違えるっていう導入がうまくいくんじゃないかと思って誤解するっていうことの伏線を張っておくっていうテクニックがあるので、さらにそれを入れたコンテがこれです。どうぞ。いらっしゃい。俺は春が嫌いだ。こうすると、おばちゃんのいる定食屋に入ってきて、なんか俺は春が嫌いだって言ってる嫌な変な男がいて、でこう、なんかいいことないかなと思ってるような状況がきちんと描けるわけですね。さらに次行きましょう。はい、でこの恋をするパートっていうのがあります。でバイトの子をまずおばちゃんと間違えるっていう誤解のパートがあって、でもなんかいい感じの覚えておきましょう、この店初めてなんでって言われて、あ覚えておきますねって言われてちょっと嬉しくなっちゃうっていう、なんか春の新しい恋をしましたみたいなことができればいいんですけど、はい、カット割りをどうしようかって考えるんです。恋をするカット割りとはどういうことかっていうのをなんとなく考えると、まあカット割りの基本で引きロングのカットっていうのは状況だと、でより顔のアップっていうのは気持ちだっていうセオリーがあるんですけども、それは本当にそうかどうかちょっと検証してみようと思います。パターンその1は全部引きで、恋の、演出をしてみるとこんな風になるっていう例ですね。いつもの。はい。だからいつものって。あすいません、私今日からなんで。メラニーナ定食。はい。はい。ライス大盛り。はい、こんな感じです。で、今のは確かにそういうやり取りがあったということまでは表現できるんですけど、どうも舞台を見てるっぽいんですね。状況はよくわかるんだけど、この人たちの気持ちにいまいち入っていけないわけで、主人公はこの男の方なので、この男が恋をしているっていうところまでこのコンテだとまだいかないわけですよ。で、次送ってみてください。いつもの。はい。だからいつものって。すいません、私今日からなんで。メガニラ定食。はい。はい。ライス大盛り。はい、覚えておきますね。はい、止めてください。これは男の方のアップを足してみたっていうカットになってます。つまりだからいつものって言ってんだろっていう、こう一瞬怒るけど間違えるっていう、そこの気持ちの一番強い部分と、あと彼女が注文を聞いてなんかもうちょっと話したいんだけどタタタって言っちゃうところを呼び止めようとする、って後ろから追っかけるのがアップになってて、覚えておきますねって言われて去っていって最後ポーっとしてるっていう、その3カットがアップになってるんですけど、そうすることによって男の気持ちの、なんかちょっと出てくるところがだいぶ出てきたと思います。 でもいまいちまだこの人が誰に恋をしているのか何に恋しているのかはよく分かんないので、女の子のアップも加えたコンテがパターン3でございます。はい、どうぞ。いつもの。はい。だからいつものって。すいません、私今日からなんで。メガニラ定食。はい。ライス大盛り。はい、覚えておきますね。カットのアップとかを入れることによって全然その人の気持ちに近づけたってことがよくわかると思います。つまりコンテを書こうっていうことのその内容は、
こういうふうに頭の中でカット割りを割ってみて、何回でもドラマを再生してみるわけですね。でドラマを再生してみて、一番、いや、これが一番恋するんじゃないかっていうカット割りに行くまで、コンテの段階で詰めるっていうのが、やっぱ一番コンテを書くときのポイントだと思います。で、最後のパートで、だから春が嫌いだっていうところに元に戻ってきたいんですけど、それは自分が嫌いだって言ってるくせに恋しちゃったから、それが恥ずかしいわけですよ。その恥ずかしいところをどう描くかっていうパターンですけど、はい、送ってみてください。彼女の覚えておきますねっていうのがすごい嬉しくて照れる、まあそうだろうなと思って、素直にコンテを書くとこうなります。はい、どうぞ。はい、覚えておきますね。だから春が嫌いだ。はい、そこで止めてください。で、これでも表現できるんですけど、もう一味加えると良くなるなということをコンテを書きながら思いつくわけです。恥ずかしいという瞬間はどういう瞬間かっていうのを考えると、なんかこうせっかく恋してるのになんか誰かに見られてると結構恥ずかしいんじゃないか、それより恥ずかしいっていう感じ、照れ隠しの感じを加えることができるんじゃないかと思って、こういうコンテを書いてみました。はい、はい、覚えておきますね。だから春が嫌いだ。はい、止めてください。みたいなことを僕は この仕事をしようかなと思った時に、頭の中で考えてコンテを最終的に書くわけですよ。で、まあ、ちなみにそれぞれのポイントが分かったと思うので、それ一回完成版を見てからまた話しましょうか。いらっしゃい。俺は春が嫌いだ。これからは君たちの。はい、はい、頑張ります。浮かれた新入社員、早くお勉強したいな。浮かれた新入生、浮かれた花見客、たくどいつもこいつも。いつもの。はい、だからいつものって。あ、すいません、私今日からなんで。メガニラ定食。はい、はい、ライスの重りで。はい、覚えておきますね。夢をぎゅっと春の NHK。 一番初めに書いたコンテがこれなんですよ。普通の状況から始まって、俺は春が嫌いだって言ってる男がいて、まあなんか浮かれてる人たちがいて、浮かれてんじゃねえよっていうとこから始まったんですね。で、本ちゃんの、演出コンテっていう、査定前のコンテはこんな感じですね。ガラガラガラって入ってくる男がいて、いらっしゃいっておばちゃんがいて、俺は春が嫌いだって春嫌いの男ってタイトルが入って、で、ドサって降りて、で、新入社員との親父がいて、浮かれた新入社員で、小学生たちがいて、座って浮かれたボリューム、まあちょっとセリフ変わりましたけど、なんとかで、新聞を開くと、その春の新生活とか、花火をしているテレビの人たちが入って、全くどいつもこいつも、めっちゃ浮かれる暇もないんだよ、で、と、いつも、みたいな、こういうオープニングになってるわけですね。で、こういうのを、なんか、頭の中で考えたり、編集したりするのが、まあ、コンテを書こうっていうことの、具体的なことはそういうことだっていうことです。で、これですね、コンテは設計図であるということがこの話の結論なんですけど、今回は25秒だということで言うと、ディレクターには実はこの脳が一番の武器なんですけど、2個目の武器持ってきました。なんてことない普通のストップウォッチです。コンテを皆さんに書いてきてくださいっていう課題を出したと思うんですけど、そこに秒割りをちゃんとしてねっていうのを一応1個書いてたんですよ。つまり25秒っていうのは短いから、頭で考えると25秒っていうのが一体どれぐらいの長さなのか全然わかんないわけですよね。全然わかんないときは実際にやるわけですよ、自分でね。
例えばこれだったら、俺は春が嫌いだなって自分で言うわけで測っちゃうわけです。そうするとこれを今1秒と3分の1で言ったわけですね。それを書いておくわけです。で何回もやって当然平均出すんですけど、そうすると大体どのカット側に何秒を費やせばいいかっていうことが大体見えてくるわけです。つまりこれは音楽でいうところの楽譜を書いてるっていう行為なんですけど、時間があるものなので、どこで端どういう秒数で盛り上がって、どこでバーッとクライマックスが来て、どういう、気持ちで最後終わっていくかとかを、秒数ありきで計算しておくと、現場でもストップウォッチをこう見て測るわけです。どこからどこまでの芝居が、これは長いとかこれ短いとか、大概長いんですけど、それをこうやりながら現場で客観的に数字で見ることができる便利な武器です。もし短いものを作る人がいれば携帯をおすすめします。そんなぐらいかな、コンテを書こうって話は。これ難しい思います。まずあの絵見るとすごい引きますよね全然書けないですもんね。僕もあんなに書けないですよ。普通に丸描いて、そんで自分も何個かディレクターやったことあるんですけど、あんなのもう全然足元にも及ばない、本当に丸描いてそのぐらいでもできるんですね。ただもう、だいたい CM のディレクターとかはすごく慣れがあるんで、そういうのを何回も何回もやって、最初は下手な人でもいっぱい描くことによって、まあそこそこには見れるようになったりとかするケースがあるんですけど、この